おはようございます。よく寝れました。昨日の夜もね、めちゃめちゃね、中1時ぐらいかな、空が綺麗でした。その写真はこちらです。いやーすごかった昨日のね、星すごかった。うわ、山綺麗だな。これ、これが乗鞍岳だっけか。乗鞍、あーすげえ。が行ってみましょう。ちょっと歩きで15分ぐらい歩くみたいです。いや、カバン重いっす。カバン重いっす。けど朝綺麗な光が綺麗だね。けど至る所にね、こういうのがあるんですよ。読めるかな。2、3回鳴らしてって、鳴らしてくださいと。怖い。怖い。なきゃね。と、鳴らしたら余計クマが近づいてきちゃうと怖いんですけど。Walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try path on the left side, put it up in your mind?
ここまで大きい滝はね、結構初めてかもしれないし、すごいね、面白かった、なんか怖かった。これはしっかり準備してこないとね、ロストしそうですね。結構ドキドキしたんで、まだまだね、攻めてないですけどね。だけど、これはファントムで撮りたいね。マビックか。マビックとかで撮りたいですね。DJI をね。もっともっとなんで攻めないのって思うかもしれないですけど、ちょっと DJFTV だとスピードが速すぎてて結構怖かった。ちょっと怖かったです。はい、まあけどね、ちょっといつものレーサー機でやればもうちょっと攻めれたかもしれないですけど、それだとちょっとコントロールにね、自信がちょっとないので、こういうね、後ろはこんな感じなんで、ちょっと GPS が不安だったんでね、DJI3 を使ってみました。どうだったでしょうか。まだまだね、これからね、乗り比べ続きますんで、これから昼2日目、これから2日目皆さん集まってくるんで、2日目楽しみたいと思います。じゃあキャンプ場に戻って朝ご飯食べていきましょう。昨日の夜ご飯もね、美味しかったです。あ、後ろなんですよ、カメラがね。行きます。いいよ。この横の木を U ターンしました。ハイスピードローパスします。ハイスピードは、ハイスピードローパスきます。